内陸県埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。海なし県埼玉県にも海の郷土料理すみつかれがあるって知っていましたか？すみつかれとは北埼玉地域を中心としたエリアの郷土料理で、荒巻鮭の頭を細かく刻んで入れる海の幸を取り入れた郷土料理なんです。すみつかれを作っていきたいと思います。昔から伝わる郷土料理すみつかれを作ります。材料はご覧の通りです。まずはじめに煎り大豆です。適量の水を加えてふやかしていきます。大豆が柔らかくなったら一つずつ丁寧に薄皮を剥いていきます。塩鮭に酒を振り10分ほど置いておきます。グリルで焼いていきます。焼き上がったら皮を取ってほぐしていきましょう。大根は鬼おろしでおろしていきます。人参も皮をよく洗って皮ごとおろしていきます。油揚げはさっと熱湯にくぐらせて油抜きをします。水気をよく切りましょう。2センチ幅の千切りにしていきます。ちくわは油揚げの幅に合わせて半月切りにしていきます。小鍋に分量の水と酒粕を入れて火にかけます。ここでしっかりと滑らかになるまで混ぜておきましょう。厚手の鍋に先ほど処理をした大根、人参、油揚げ、そしてちくわ、鮭をほぐしたもの、最後に煎り大豆を加えていきます。そして分量のだし汁を加えて火にかけていきましょう。沸騰したらアクがあったらアクを取ります。落とし蓋をして15分ほど柔らかくなるまで煮ていきましょう。15分ほど経ちました。先ほど溶いた酒粕を入れていきます。そして調味料です。みりん、醤油も加えて全体をよく混ぜます。全体に調味料が行き渡ったら器に盛り付けて出来上がりです。すみつかれはお正月からの残り物を大切に使い、冬場の栄養補給や保存性に優れた先人の知恵が詰まった料理です。皆さんもぜひ海なし県に伝わる海の郷土料理すみつかれを作ってみてください。海と日本。ご視聴ありがとうございました。海と日本プロジェクトのチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。